して歩いてんじゃねえ。しばらく寝とけっての。なあ、君が聖夜か、スターダストの。え？デート中に悪いね。少しいい？ごめんね、舞ちゃん。ちょっとだけ待ってて。何？大丈夫なの？大丈夫大丈夫。店の外でいいですか？八神さん。なんだ、俺の顔知ってたのか。ええ。八神さんのことはテンダーのマスターから聞いてました。それで仕事をお願いしようと思ってたんです。ヤクザに殴られた仕返しがしたいって。ええ、八神さんなら何とかできるかもって。元は敏腕弁護士で、探偵なのにヤクザとも対等に口が利ける。カムロ町じゃ知られた人だってマスターに聞いたから。へえ、そんな風に言われてんだ俺。あと、これは噂でだけど、依頼人のためならどんな手も使ってくれるって。それで殺人犯を無罪にしたこともあったんでしょ。あれ、僕なんか変なことを言いました？いや、いいんだ。それより羽村の頭に殴られたって。ええ。日にちは？12月3日の夜です。あのヤクザが事件を起こした日なんでしょ。間違いないのか？うん。俺は今、羽村の弁護人に雇われて事件を調べて、君の話は裁判の重要な証言になるかもしれないんだ。そっか、僕の証言であいつが無罪になったら嫌だな。気持ちはわかるよ。でも情報が欲しいんだ。頼む。有名人に頭下げられちゃね。オーケー。八神さんに嘘は言いませんよ。羽村に会ったのは夜の何時頃？12時頃かな。ピンク通り裏の九州一番星ってラーメン屋の前で。結構寂しいとこ。その辺りだとサウナ御殿にも近くなかった？うん、そうだね。もう少し聞かせてくれるか。そもそも君はなんで羽村に殴られた？そんなのこっちが聞きたいよ。ただまあ、向こうはかなり酔ってたみたい。僕はその時一人で、羽村は向かいから歩いてきてた。一人でブツブツ言ってて、なんか危ない気はしたんだよね。だから目を合わせないようにしてたんだけど、やっぱり絡んできてさ。どのくらい殴られた？一発だけ。でも僕しばらく顔にあざできてたんだよ。しかも歯のかぶせ物まで取れちゃって。歯のかぶせ物？その後歯医者には？ん？次の日すぐ行ったけど。じゃあ診療記憶が残ってるな。証言の裏が取れる。ああ、そういうことか。
で、君を殴った後、羽村はどうしてた？ふらふら歩いてサウナに入ってったよ。ほら、さっき言ってたサウナ御殿。12時頃、君を殴ったその後、羽村はサウナ御殿に入っていった。うん。つまり、羽村の入店さえ確認できれば、それがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。今の話、法廷で証言してくれって言ったら、頼めるかな。OK だよ。八神さんには、恩を言っときたいし、テンダーのマスターも恩に来てくれるよね。わかった、伝えてくる。待った。あともう一つ、羽村と会った時、周りに防犯カメラ、もしその映像が残ってたら鬼に金棒だ。さあ、それは分かんないな。いちいち気にしてないし。そっか、ありがとうな。また連絡する。うん、それじゃ。